アニメフェスタ、オリジナル作品をはじめ名作から話題の新作がいつでも見放題。プレミアム版ではテレビでは見られなかったあんなシーンも楽しめる。アニメフェスタで検索。結婚のお許しをいただきに参りました。そうかそうか、朝子の方であったか。慎んでお受けしますわ。お前のために婚礼衣装を仕立ててやるからな。ではまた祝言の日にちに。ああ、待ち遠しいか花嫁殿。俺は待ち遠しい。とうとう明日私は嫁ぐ。これを持っていってほしいの。あなたが一等大切にしているかんざしじゃない。こんなものもらえな。ひろこはいつも姉様の幸せを祈っているわ。ありがとう、ひろちゃん。なにこれ。生地が薄すぎるし刺繍もひどい出来。これが私の花嫁衣装。何ですかこの料理は。これだけ。無駄金は少ない方がいいからな。いやしい軍人男に嫁ぎよって。使者である遠野の家名を汚すようなことだわ。バカだ。私はこの人たちに何を期待していたんだろう。いつだって私は厄介者だったじゃない。それより木戸様にこんなのを見られたら。我が妻となる女を愚弄するか。貴様、武王は決まえろ。野蛮な軍人風情が。誰に祝福されずとも構わん。お前はその身一つで俺の妻だ。二度と敷居をまたぐな。申し訳ございません。両親の無礼をどうお詫びすれば。結婚の目的は家柄にもあったはず。親と断絶した私にその価値はもう。顔を上げろ。私は何もあなたに捧げられません。遠野家の人間としての力は何も。その身を捧げればよい。この日私は自分の意志で彼の妻になった。子供を産むだけの存在として。